今回ですけども、キャンプなどで使える LED ランタンを紹介したいと思います。Q10 という通販サイトで1690円送料込みで購入しています。 MX-8801 で検索すると結構高い価格で販売されています。本当は燃料系のランタンを使ってみたいのですが、家族の反対もあって使えない状況なので、このようなランタンをいろいろ試しています。同じようなものをこんな感じでたくさん使ってますが、今回のこの LED ランタンは一味違う感じで、機能の方説明しますが、バッテリー内蔵タイプの充電式となります。容量は 1200mAh と小さいですが、モバイルバッテリーにもなるみたいです。まずこちらですね、この部分にスイッチがありまして、こちらを1回押すと、こんな感じで正面の LED が点灯します。通常の懐中電灯となりますが、結構明るいですね。こんな感じで点滅もするようです。次に側面の LED ですね、こちらね、3面に LED がありますが、こんな感じで側面の LED が点灯します。こちらね、スタンドがついているので、こちらを起こすとこんな感じのスタンド照明になります。こんな感じですね、一方向全体に光を当てたい場合はこんな感じで側面のライトがね、羽のようになっているので開くことができます。それでこちらですね、ヒンジになってまして曲げることができますね。だいたいね、90度くらいまでは曲がるような感じですね。こんな感じで広範囲を照らすことができます。かなり明るいと思います。さらにこんな感じで中心も同時点灯させることができます。より明るくなりますね。キャンプで使いたい場合はこんな感じでね、 S 字フックなどにかけて吊り下げるとタープなどの照明として使います。かなり便利だと思います。次ですね、こちら1箇所を上げて電源ボタンを長押しすると、こんな感じで読書ライトになります。これだけの機能で1690円は相当安いと思います。耐久性のほどは分かりませんが、充電時間は4時間で、点灯時間は強モードで3時間、弱モードで10時間持つようです。こんな感じとなりますので、ご参考にしてください。夜になりましたら早速使用してみますので、これまでの LED ランタンと比べてみたいと思います。夜になりましたので LED ランタンの明るさの方をね、調べてみたいと思います。今ですね、テーブルの上にランタンが3つですね、それとあとね、今回購入したランタンが上にあります。ちょっと見にくいですが、こちらですね。あとですね、ポールのところにこちらですね、こちらとこちらと、あとこのテーブルのこの3つですね、合計5種類、こちらの明るさをね、1個ずつつけて調べてみたいと思います。この一番奥にあるこのポールについている一番大きいタイプのね、 LED ですね、こちら以外を全部ね、消してみたいと思います。はい、こんな感じでやっぱりね、もう全然見えないですね。 LED の周辺だけは若干明るさを感じますが、もうほとんど周りは見えないですね。真っ暗な状態です。
このランタンをテーブルの上に置いてもね、やっぱり暗いですよね。テーブルの周辺がちょっと見える程度で、ご飯などを食べるにはやはり暗すぎますね。では次の LED の方にね、書いてみます。はい、こちらですね。でこちら LED ですが、若干茶色っぽく光るので、結構ね落ち着いた感じの色でね、結構好きですが、やっぱり暗いですよね。ご飯などはギリギリ食べれますが、明るさはね感じられないですね。では次ですね、こちらです。でこちらの LED ランタンは結構ね明るさはあるのですが、やっぱりなんかこの形状なのかね、周りには明るさはいかないですね。これを天井に置いてみるとこんな感じですね。今この LED ランタンを天井にぶら下げてますが、こちらテーブルですね。やっぱテーブルは真っ暗で何も見えないですね。これではね、やっぱとてもじゃないけども、ご飯は食べれないですね。でこちらの LED もやはり同じような感じで、まあ、これはね簡易的なものなのでね、まあ、こんなもんでいいのですが、やっぱり暗いですよね。でこんな感じで、今回買ったね LED ランタンの方を天井にねぶら下げてみます。こんな感じで今ですね、中心の方はつけないで羽だけをつけた状態ですが、こんな感じです。やはりですね、相当明るいですよね。テーブルの方は完全に明るくて、ご飯などはね問題なく食べれますね。おそらくですね、今テーブルの上にある4つの LED を全部点灯させても、この LED ランタンには勝てないと思います。そこまで明るいのでやっぱりすごいですよね。この価格でこの LED はねなかなか買えないと思うので、おすすめだと思います。こんな感じとなりますので、ご参考にしてください。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。